1954年3月、アメリカの水爆実験で被爆した第五福竜丸。焼津市出身の男性がおよそ70年の時を経て、焼津を母港としていた第五福竜丸の被爆前の写真を新たに公開しました。焼津市歴史民俗資料館で先月から始まった写真展。1954年3月、アメリカの水爆実験で被爆した第五福竜丸が被爆する前の様子を収めた写真およそ50枚が展示されています。この写真について都立第五福竜丸展示館の学芸員はとても貴重だと話します。第五福竜丸は日常的に操業している写真、乗組員の生活ぶりが分かる写真、これも初めて見ましたから、当時カメラを持っている人はほとんどいない時代ですから、本当に貴重な写真だなと思いますね。この写真を公開したのは焼津市出身の清水敦史さんです。父の庄司さんは20代の頃、第五福竜丸が被爆する前に船長を務めた経験があり、1950年代の第五福竜丸で働く乗組員の姿をアルバムに残していました。第五福竜丸が被爆した航海には乗船していなかった庄司さんは、これまで写真を公開していませんでしたが、庄司さんの息子敦史さんが来年第五福竜丸が被爆して70年を迎えるのを前に公開を決めたといいます。まあ、70年間経ってですね、まあ、今だんだんやっぱりいろんな記憶が薄れる中で、まあ、核の問題などがまた今取り沙汰されていますので、そういう点で言えばですね、やっぱりビキニ事件をもう一回思い出して皆さんにいただける一つのいい機会かなと、まあ、思って、まあ、今回そのお話やった、まあ、役に立てるんであればということでですね、まあ、写真をお持ちしたということがあります。過酷と言われる遠洋漁業の航海ですが、庄司さんが写真に収めていたのは笑顔の乗組員の姿でした。実はあの岬から、ね、来た時に、あの岬の出身の船員の方たちと焼津出身の船員の方たちが結構仲が悪くてですね、多分うちの父親もですね、まあ、一応船長という立場もあって、やっぱりあの皆さんの乗組員同士仲良くやりたいということもあって、あんな写真を撮ってですね、やっぱりみんなのその笑顔をなるべくたくさんみんなああいう形で写真撮ったのかなと思っております。写真には撮影した場所などはっきりと情報が書かれていなかったため、地元焼津の資料館で写真の手がかりとなる情報提供を呼びかけています。早速会場では当時を知る人の声が聞かれました。この方がですね、父のいとこの三崎進さんだと思います。進さんは本当にあの優しいおじさんです。結構しょっちゅう会ってましたけれども、気さくな方で多いっていう感じで。写真は焼津市歴史民俗資料館で9月3日まで展示される予定で、今後焼津市内や都内での写真展の開催も検討していくということです。